ポケモンエメラルドは全国図鑑揃えると小田牧博士から上都地方の御三家を一匹もらえるのご存知でしょうか。当時のキッズたちなかなか全国図鑑まで揃えたプレイヤーは少ないと思います。ところで私鈴木健三普段からポケモン3世代16画面で遊んでおりまして、全国図鑑くらいなら簡単に揃えられる環境にあります。ということで今回はポケモンエメラルド速攻で図鑑コンプして上都地方の御三家で冒険をしようじゃないかとやっていきましょう。とりあえず最初からやってみましょう。どうやって図鑑を揃えるのか簡単です。ひたすら通信交換でポケモンを輸送したいと思います。とりあえずね、保円図鑑が揃えました。これで図鑑評価聞きに行けば全国図鑑にしてもらえるんで博士のところ行きましょう。え、何こいつ、何お前、え、ちょっとなんで俺の図鑑、え、これちょっと待って、整理できない、ちょっとちょっと待ってえ、これもしかしてさ無理？自分の都合ばっかりじゃんこいつ。え、全然俺の面倒見てくれないじゃん、クソ亭主関白。みつるくんの手伝いするあたりまでストーリー進めましたんで、ちょっとどうすかね。お、やっぱほらいない、もう研究所にいなくなってるぞ。これはちょっとだからフィールドワーク出てんだろ、もうすでに。これ図鑑評価してくれるんじゃないか。おいおい、いるじゃんおい、ちょっと俺の図鑑見てくれよお前。え俺ちょっと待ってよ、なんでそんなタンパクなの。